はい、こんにちは、モエドラチャンネルです。はい、はい、いろいろあるんだ、またね、うん、あいつのここがすごい、剣心のパワープロが強い。おお、これね、最後にパワープロですよ、そのね、そう、熱血パワープロプロ野球なんかよくやってたよね。やってなかった、岩瀬さんと。やってたね。でしょ、うん、あの若からしき頃ね。そうそう、あのなんか俺ソフト買いに行った記憶があるの。あの沖縄キャンプ中はよく行くね、あのツタヤとか、ああいう中古ショップに、ね、そう、中古ショップにちょっとこれ買ってきてって、いあいいよっつって、あのどっか行ってるついでで、ね、わざわざ買いに行ってるとか、ね、そう、どパシられてはないけど、そうそうそう、今そこなんかね、あったよね、そうそうそう、スーパーかなんかトラリーかなんか、うん、そう、最新作、最新、はい、あれなんかイチローさんが出てるやつ、なんか、あ、そうです、そうです。剣心はドラゴンにした方がいいね。まあドラゴンだね。で、俺がジャイアンツぐらいにしといて。ジャイアンツやね。これどこの球場でやる？東京ドームでやるか。いいよ。ね。ほな、あのドラゴンズは先行やね。オーダー変更。変更、お、これ俺？そうそうそう。え、先発誰よ？あのこれはもう菅野が、まあ、菅野がこれ、まあ、帰ってきたパターンだね。あのもうそろそろあの終盤の優勝争いをしてる雰囲気で、これ打順も、ジャイアンツやっちゃったか。打順もあれがいないね、いないの、外国人が、あ、どっかおるの、あ、なんやおい、ポランコ、ええやんか、ポランコ、ポランコ3番ちょっと待て、ウォーカー、ウォーカー、ウィーラーに似てるからいいね。あ、ウォーカーもおるやんか。ウォーカー、うわ、じゃあウィーラーの代わりに入れて、ウォーカー DH でしょ。ウォーカー、そりゃそうだ。ウォーカー早急ちょっとマシになって、ウォーカー肩ちょっとマシになってきた最近。これだけどウォーカーは C じゃん。うん、意外といけんじゃない。これでいいんじゃない。いい、おー、大城が対する、あ、俺も、おなんか、なんであれ、もうピンピンやな、サイニングね、まあ、サイニング持つか分かんないよ。俺、大学生以来だこれ先発、思わせて違うやつでいくか、マルクあたりでそう、それ俺をバカにしてんのか。いや、ごめん、もう期待よ、マルクに。もう若返りを図ったブライト、ブライト、ブライト見とくか。よし、じゃあ、あのちょっといいよ、それでキャッチャー福留になってるから。それで行こう。あかんやんか、これもう、もう今変えてるよ、うかい、で、どこ行った石川、あんで、で、このコウスケをブライト行くぞ。で、これセンターも時代はもう、あ、岡林、岡林、岡林。打順が、はい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 。か、これで。これまずその前に、これ、どれをどうするの。俺もね、微妙に分からんぞ。俺、その時点なんだから。さあ、皆様、お待たせいたしました。俺高校だから。マウンドに上がるのは瀬戸球でしょ。菅野。うん、さあ、こっちの方がいいの。さあ、来ました。これ、あの、分かった。ね。初球は小林。あとセーフティーバント。おい、これ、これ、これ、いや、なんで、ほら、これで動かないじゃん。今、こっちじゃないと動かないじゃん。今誰も動かなかったぞ。そうそう、あのタイロン・ウッズの時がね、あのセカンド荒木が取りに来とったから、ああいうの。さあ行きますよ、行きますよ。今誰も動かなかったぞ。これね、絶対ケンちゃん走ってくるんだよ。いや、これ立浪監督のイメージだよ。低めストライク。ああ、そこで今俺フォーク投げたつもりないんだけど。配球が分かりません。打った、あれ、これなんで今まっすぐ投げたんだけど。ライア人はゲッツー体制。でも意外といいとこな。次はどう攻めるのか。あ、そういうこと。さあ次は何で来るか。打ちました。あ、動いてくれた、動いてくれた。次が5球目。
スライダー、あー切れるね。あれ振るなって言ったんだけどな。ここは迷うことが走ってくるでしょう。もう出来上がってきてるからね。これ何、俺って何もしてないのになんであんなとこ行くの。振っていきましたがかすっただけ。さあ外してくるのか。打った、ボテボテのショートゴロ。坂本掴んだ、二塁はセーフ、アウト。うわドラゴン、早い、走ってた今。チャンスを迎えます。いや走ってないですね。そして、まあ、そういう訓練する訓練してる。常にスタートは切れて、スローカーブはボール、ね、攻めてきますがわずかにボール。投球2球目、マシンで捉えた。今なんかそこに投げちゃった。ほんとこう肩口からのスライダーでしたね。ここでバッターは鵜飼、このままどんどん。あそこちょっと好きなんだよね。これから2球目。あーうわ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 なになに、ファールとかあんの、あんなんで。アウト、ファールチップ、アウト。これ三振前のバカ当たり。何それ。マウンドに上がるのは先発、ね、やっぱみんな使いどん先発が。こういう時はね、マルクが来ますよ、東邦高校。1番吉川、第9投げました。初球打ち。おーっと。打つやんか。じゃ今俺そこに、今そこに投げてくれたい。いやマルク緊張してさ今。マルク石橋のこのバッテリー。もちろんランナーの足にも警戒です。第9を投げた。内角低め見送ってストライク。すげえ打ちにくいんだけど。投げた。これは見送ってボール。第3球投げました。おい。よし走れ、みんな走れ。あーやばい、みんなどうしよう、打てる、やばいやばい、みんな走れ、いかいかいかい、みんな走れ。あちゃ、これさぁ、サードでしょ、投げるの。これ同点なっとる。これ、落合ピッチングコーチ大丈夫ですか、大丈夫ですか、これポランコ、ポランコですよ。全然来ねえじゃん。第2球投げました。インハイ決まって。基本ね、ポランコ基本ここ。次はどう攻めるのか。打ちました。前進守備、ショート左。これはもう内野安打です。そしてバッターボックスは岡本。まあ、ハンデや。まずは三塁牽制、三塁タッチセーフ。第9投げました。チェンジアップ。チェンジアップにはタイミングが合いません。2回ぐらい振れねえのあれ今。第2球は。ファウル。ボールカウントはノーボール、ツーストライク。もう1点しゃあない。打ちました。1、2塁間へ。阿部、ボールを掴んだ。ジャイアンツ、勝ち越し。2対1。岡本、なんでそのバッティング。まあでも痛いな、この1点。そして迎えるバッターは丸。このままどんどん攻めていきたい。丸くんはね、もうこれ、ここ正念場ですよ、丸くん。あー、今は勝ったのに。追い込みます。さあ、外してくるのか。あ聞いたね、チェンジアップね。ここでバッターはウォーカー来たね。落合さん、交代いきます。やっぱこの後輩のあとは来ますよ。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。周りが見えてるね。初球を打った一塁間の攻撃。一塁送球。はい。スリーアウトチェンジ。おお、いい試合やね。これはね。木下。篠田来ました。ね。バッティングの方をちょっと生かすということで。投げた。分身のストレート。あ、今なんか。あ、ええぞ。球はなんかおい。分身のように。投げました。打ちました。ファウル。次はどう攻めるのか。低めちょっと。あ、インコースボール。ね、体に近いところ。押したら変なとこ行っちゃうんだね。さあ勝負してくるのか。どこ行ってるか分かんないんだよ自分も。三振。ちょなんか球速なったのさっきより。え？いやまあね、明治の後輩の阿部君が来ますから。あ、おー来た。これは入るぞ。うわ。一塁回って二塁へ。
ストレイク来ました。そしてバッターは石橋、来ました石橋。まずは振り出しに戻しておきたい。さあ1球目、渾身のストレート、これ動かしすぎ、ボール球で誘います。投げた、あーこれでかいぞ、プロ初、うわ全然入れへんやんか普通あれ入るんじゃない、シーンって。まあまあでもね、まだこれからパワーつけるから。おい来ましたよ、面白くなってきました。ブライトさらに勝ち越しのチャンス、ね、ガーナ、ガーナのパワー、ガーナのパワー、ほらほら、ダイレクトで当たった、ボールを中継、ドラゴンズ勝ち越し成功、3対2、ね、ジャッキー・ロビンソンに憧れてプロ野球の世界へ。42番、ここからゼロで抑えていくことができるか。そして迎えるバッター打ち込まれてます。このままどんどん攻めていきたい。お投球2球目、内側危ないボール、なんかびっくり出すぎじゃない、あっこれ危ない。第4球は渾身のストレート、空振り、大球を振らせました。やってるところと全然違うところにある。さあ次は何を投げてくるか、打ちました、菅野掴んだ、三塁へ、三塁タッチをセーフ、うそ、うそ、これね、ブライト足速いですね、最後もこれスライディング速くないね、ここでバッターはスライディングが、まずは初球、さあ発射した、あれ一塁へ送る、タッチアウト、ツーアウト、あれおいおい誰も、あれあれちょっと待って、今なんで、ちょっと待って、俺今ホーム帰らんかった俺今なんで押したの、嘘今戻る、押したの俺、しかも今なんかセカンド取らなかったでしょ、え今俺1点入ったと思ったのに、ボールが来ると思ったよ第2球、なんで1点入ってないね、さあ外してくるのか、誰ネオ、渾身のストレート空振り三振、え2ストライクしたら、え表が終わって3対2、重投したから重投忘れとったわ、まだ余裕あると、はいはい、帰るしか、ここでピッチャーやべえ負けてる、よし、さあ1球目、高く上がこれだけの声走っとけ、フライになりました、阿部を取りました、まあ、あ黄色いところに行ったら取るんじゃないんだね、あれね、ねえ、まずは初球、縦のカーブ空振り、いいカーブだ、第2球は、ああこれは内野フライ、掴みました、ね、これだけは声かけないと、ピッチャーが取っちゃダメだよそこ、まずは初球、初球から行った、打球は左中間に上がった、大城ワンバウンドヒット、足が遅いんだよ大城、大城二塁一番足が遅いの大城ツーベース、ジャイアンツ同点の、さあここでバッターは先ほどヒットを放っている吉川、まずは振り出しに戻しておきたい、まずは初球、打ちました、初球打ち、レフトへ上がった、外野に落ちた、なんだおいちょっと待ってくれよ、ジャイアンツ追いつきました、三塁タッチ、よしもう待ってくれよ、面白さらに勝ち越しのチャンス、そしてバッターボックスは坂本、チャンスは続きます、ドラゴンズここで流し打ちに警戒した守備位置に変更です、インコース空振り、第2球はこれはもう、お投球3球目、かすりません、打った落ちろ、センター前進、ダーッジャイアンツ勝ち越し、違う守備位置がさ思いのほかさ、クロスペイン、手離しとる間に、さすがここらは、リプレイ、リプレイ、リプレイないの、あら、あら、せいうとのに、うわ、これ、誰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 、奇跡の、奇跡の。